来月開幕する選抜高校野球で聖霊クリストファー高校が落選した問題をめぐり、川勝知事は今日選考した人は全員辞めるべきと発言し、選考の内中身の公表を求めました。東海地区代表として28年ぶりの1勝をチーム一丸となって勝つります。川勝知事先ほど川勝知事の元を訪ねたのは。 春の選抜への出場を決めた日大三島高校野球部のキャプテンや監督たちです加藤キャプテンが38年ぶりに出場する選抜への意気込みを語ると知事もエールを送りました一方、この前に開かれた定例記者会見では政霊クリストファーをその外すということになさった選考委員会 このあり方がおかしいから改革委員会を設けるんでしょう。だったら一旦全部ですねその方たちは辞表提出した方がいいんじゃないですかね。でないとけじめがつかないんじゃないかと。春の選抜をめぐっては、東海大会準優勝の聖霊クリストファーではなく、ベストフォーの大垣日大が選ばれる異例の選考がありました。各方面から異論が噴出し、大きな問題となりましたが、日本荒野連は、 詳細なな内容は公開に馴染まないとして幕引きを強調していますょうの会見で選考の中身がわからないままなのは不透明極まりないとした川勝知事選考に関わった人全員が辞職して個人の意見を言うべきだと持論を述べるなどいまだに怒りは収まりません。